ちょっとこれ怖いもの見たさみたいなのがあるんですが、まあ 15% ぐらいかな。玉木チャンネル。はい、皆さんこんにちは、玉木雄一郎です。今日はここ新橋 SL 前広場にやってまいりました。今日はですね、率直に私のことを知ってますか、認知度調査をしたいと思います。まあ玉木雄一郎知っている、知らない、もう究極の問いですけど、まあちょっとドキドキブルブルしますが聞いてみたいと思います。それでは行ってきます。玉木チャンネル。こんにちは、ちょっとだけお時間よろしいですか。私国会議員の玉木雄一郎と言いますが、私のこと知ってますかね。見たことあります、ないですか。岩手でした。はい、今の方は知らないということでした。ちょっとお時間よろしいですか。私国会議員の玉木と申しますが、私のことをどこかで見たことありますか。あ、あります。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、知ってると、はい、知ってる。ありがとうございます。すいませんね、はい、お忙しいところ。私国会議員の玉木と言います。はい、私のこと知ってます。あ、知ってます。あ、そうですか、ありがとう。橋本先生の番組。あ、そうそうそう。あ、そうです。夜のやつ、アベマ TV で見ましたよ。酒飲んでたやつ。はいはいはい。国会議員の玉木と申しますが、私のこと知ってます。知らないの。全く知りませんよね。すみません。あ、今覚えました。ありがとうございます。玉木さん嬉しい。すいません、こんにちは。私国会議員の玉木雄一郎というんですが、私のこと見たことあります。知りませんね。はい、すいません、ありがとうございました。玉木チャンネル。はい、今日はですね、このサラリーマンの行き交う新橋 SL 前広場で、私の認知度調査をやりました。もうドキドキしましたよ。15% ぐらいかなと思っていたんですが、なんと 26.8% の知名度でした。まあ確かにね、ちょっと新橋は比較的政治に関心の高い方も多いので、ちょっと高めに出たかなと思いますが、まあただ知らない人の方が多いということです。まあ公党の代表している以上はですね、もう少しやっぱりみんなが知ってる、まあ、それぐらいに知名度を上げていかなければならないと思っていますので、この、まあ、厳しい現実をしっかりと受け止めて、これからの活動に生かしていきたい、そう思っています。負けないぞ。それでは皆さん、チャンネル登録お願いします。